おはようございます。おはようございます。久しぶりだな、クリボー。ただいま。おかえり。ただいま、ね、待ってたよ。あー、お疲れさん、お疲れさん。いやー、いろいろ大変でしたよ、1ヶ月近く。まあ、腹壊してたっては聞いてるけど。腹壊したっていうレベルじゃない。いや、だってこの番組でお腹が痛いのでお休みって言ってたよ。いや、だからあれもう舐められる、あれやられた。あれやられた、舐められる。いや、俺も舐めてたね、最初、自分の病気を。はいはいはい、したら医者が言ってたもん。なんで？半笑いで言ってたの。重症っすよ。腹が痛いというレベルを超えていた。まあ、お互いいい年だから。そうなんですよね。程よくやっていけたらと思ったら、すいません、兄貴。いや、いいよいいよ。やっぱ復帰一発目の銭バカで、うん、忘れてたんです。久々でしょうね。とりあえずマスク忘れました。おめえ、ちょっとたるんでんな。いや、俺は気づいてたよ。今、兄貴を見て思ったもん。でも朝このシャツ着たらもう、まあね、なんかもう満足しちゃって。まあでもこれおまけだから、これ着てりゃいい。すいません、すいません、うん、はい、おいいよいいよ。この動画はかねてからの出版不況によりしのぎがなくなったはぐれ者兄弟、頼りにならない兄貴分の嵐、とにかくうるさい弟分のクリボーが銭ゲバ会社からできるだけしのぎを踏んだくろうという発想のもと始まった番組である。ルールは、兄弟2人が勝った場合は勝ち額と同額のギャラが増え、負けた場合は負け額と同額のギャラが引かれるというパチスロの結果次第でバカ兄弟のギャラが変動するルール。銭ゲバ会社曰く、2人はバカなのでパチスロで勝てるわけがない。負けるだろうからギャラを大幅に抑えられる、低コストで番組作れるなんてラッキー、うっきゃきゃという、つまりろくなやつが出てこない、バカ演者 VS 銭ゲバ会社の陣になった戦いが当番組の趣旨である。ちょっといろいろありますわ。何？だって今日兄貴、あとおいくらですか、残ってるお金マイナス域まで。まあ2万ぐらい。2万1000円。2万1000円負けた時点で兄貴の左腕にカレーのタトゥーを書きます。でも1000枚、1000枚、もうすぐですよ。それどう勝負するのかで、負けたらいずれ消えるタトゥー、正確に言うと。まあまあ確かにね、うん、掘るはコメント欄でもですね、はい、掘るみたいに書いてあるんですけど、掘るんじゃないですよ、書くんです。掘るのはちょっとさすがに、ね、3週間消えないタトゥーみたいなのがあって、それにしようってなって、そう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 、それを書く書く、ドカンと狙いに行くわ今日。でそうそう、で、はい、もう台を取り終えた後なんですよ兄貴。お、先に入場した兄貴は狙い台を確保しました。俺は本気で悪魔的手玉でカレー回避してやります。出る時は一発で5000枚ぐらい出る噂の寝台、寝台パツロ鉄拳4アルティメットバージョンのデビルバージョンですよ。あ、はい、終わりです皆さん。何がよ。終わりました。終わってねえよ。兄貴の腕にタトゥーが入ります。いや、お前バカにすんじゃない。いや俺ね、これにはちゃんと作戦があって。ついてあれ。いや俺も見てるよ、何回か見てる。一応導入集で今回初打ちなんですけど、まあきつそう。いや本当僕結構な額負けてるのも聞いたことありますよ。そうね。あと兄貴、お誕生日おめでとうございます。あれ知ってた。今日ですよね。今日です。まさに今日なんですよ。はい。え、僕が考えたんです、プレゼント。何何、もちろん今日僕が出すノリだから、うん、でもそれは別に誕生日じゃなくてもやってもらわないと困る。そうだからもう一個考えたんです。何何、今日、うん、もし負けても、負けても俺このカレー入れるじゃないですか、うん、ラッキョつけます、カレーの横に。いや、違う、おめえも入れんのかと思ったぞ今の流れは。ラッキョ書きます。いや、ラッキョいらない。いや、ラッキョつけますよ。だから福神漬けすげえやがったじゃないですか。福神漬けは色がさ、はい、だからラッキョ、肌荒れみたいな。ラッキョつけますよ。ラッキョ好きだけどいらない。ラッキョいらないわ。でもまあ負けなきゃもう入れることはない。まあそういうことよ、はい、なんか負けないんで、はい、そのためのデビルだから。お願いします。圧倒的勝利でもう タトゥーなんてもう入んないよこんのぐらいじゃ、はい、っていうのを出すから。いす、はい、じゃあ今日はわしのカレータトゥー最終戦争、クリボーもね久々にパッと楽しむと思うんで、どうか最後まで皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。お願いします。何打とうかな。ベルガも寝台で入ってるんですよね。バイオもありっすね。だらだね。あーでもこれはいい台だな、2日前とかの。ちゃんと入ってるは入ってるんでしょうね、こういうとこ。バイオ打ちましょう。よしよしよし、割れてないのよ。さあ、チャージバトルですね。これはポイントを貯める特化ゾーンです。で今回はデビルゾーンが基本的には前はチャンスゾーン失敗後とか有利感切れた時に行ってたじゃないですか、はい、
そういうのがなくなってるんで、このポイントを貯めるっていうのが結構大事になってます。でこの5ゲーム間結構コイン増やしてくれるのありがてえな。でおそらくこれでまたモードとかのスタートだと思うんですけど、で一応設定変更が行われていれば300ゲームプラスアルファの天井に短縮されるんで、まあ、本来だと、まあ、500ゲームプラスアルファが天井になるんですが、朝一は早めにチャンスゾーンが引けるよっていう恩恵があります。まあ、設定ロックの機械割りも 113% と、まあ、非常に現行機種の中ではハイスペックなんで、まあ、今後どういう使われ方をしていくか分かんないですけど、多分グラフでめちゃくちゃ分かりやすい感じになると思うんで。おい結構引くじゃん、リード。いけいけいけ、兄貴いけいけいけ、ポウポウ、惜しい惜しいね、惜しい。いや、リードロックこんな引けんだ、チャンスない。あいつはそんなフリーズ引かねえよ、すぐ。あ、なんだ、そんなすぐフリーズ引けるようなやつだったらあんなタトゥーギリギリまでなんないよ。聞こえてんだよ、こっちはよ。さあ、というわけでバイオハザードRE2 レ2打ちます。レ2って訳すと初めてだよ。あ、違うの。まあいいよ、レでいいよ。1ヶ月入院したか分かんない。腹板の入院の影響でまだ本調子じゃないようです。どうだった、俺がいない間大丈夫だった。いや寂しかったよ。タトゥー出版は大丈夫だよ。もういいか悪いかで言ったら悪いしかないから、振れ幅が。そう。今日もだってカメラ危うく使えないみたいになってたでしょ。なってた。もうボロボロのカメラらしいですよ、これ今使ってるカメラ。はい、デビルジャッジです。それはあれですか、格ゲーみたいなことですか。要はこれはね、要は継続、バトルの勝利期待で上げたりとか、 あとはこっからデビルゾーン行くこともある。あ、普通にアップ。ただね、多分アルティメットデビルゾーンはある程度多分1回の有利区間で吸い込まないと多分無理。アルティメットフリーズってのは、うん、何なんですか。どういうあれなんですか。フリーズもあるじゃないですか、普通の。うんうん、そのデビルゾーンが今回2種類あるのよ、はい、でアルティメットの方行くと 50% でフリーズして、はあ、フリーズしたら乾燥濃厚のプレミアム鉄拳アタックに入るみたいな。なんか人生観変わる。変わる変わる、穏やかになったかも。ああ、まあそんな気がするわ。ちょっとおっ、デビルゾーン来たよ、やっと。今作50ゲームになってるんですけど、はい、その分多分レアアクとか引ければ結構フリーズするんじゃないかと思うんで。へえ、おお、兄貴。じゃあまずアルティベットはまあそこは厳しいのかもしれないけど、まあまず鉄拳アタックやりたいよね。そうそうそう、サクッとね。ああ、フリーズあたりは見せてほしい。うわー、ドキドキする。やっぱね、これやりたくて打ってるからね。うん、来たぞ、クリボー。2段階いった、いかがだ。はい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 、あはー、リードロック2段階までいったよ。あ、よかったっすね。た、惜しい惜しい。おーおーおお、なんだなんだなんだ。おおあー、いいね。あれ、ロック入ったら向上するってのもありなんじゃないですか。タイミングよくフリーズ。ちょっと待って、結構ね、人間として難しいかもしれない、興奮しちゃうから。いや、でもやっぱそれ待ってる人もいると思う。わかったわかった。来い、アクアの剣族よ。いや、でもできるからこれ。なるほどね、分かった。時を恒例、我が魂の前で。いや、短いんだよな、1段階。その、え、何それ、リールロック来るたびやっぱやらなきゃダメか。いや、おめえがやれって言ったんだろうか。おめえが。たまにこの視聴者様、ゼニバカのことをゼニゲバっていう略してる方いるじゃないですか。はい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 。もうただのゼニゲバなんだ。そう、ただの悪口なんだね、ゼニゲバだと。え、あ、違う、チャンス目だ。今日チャンス目いたからだ。頭で出ないかな。あ、出た、あ、行ったわ。今日チャンス目で、いいね、緑からかな、一発で。あ、いいね、いいね。よかった。これは G3 か。G バトルですね。まあ、一番強い敵ですけど、1万1000円で、ここで子役を引いてこう、あ、色を上げていく。で最終的に何パーで抽選みたいなところなんですけど、1万2000円だ。まあ武器もないしあれだけど、恋愛子役を引けば、あ、リプレイ引いた、よし、でかい。
まず青、白で行った方がまだいいんですけど、白は 40% いけ、なかなか、え、地獄の影響、だめだ、だ反応できない、工場が黄色、黄色、オッケーオッケー、黄色で 20% ぐらいっけ、黄色はすぐそんなもんだと思う、黄色は弱いよ、あー黄色ですわ、おお、バトル中にレアキーと、レアキージャックだと 5% ぐらいしかない、ジャックチャンス目だ、あジャックはねそんな強くない、スパークショット持ってるや確定だけどね、まあね、もうちょっと上げてくれば、あなんか見た、でも G2 とか出てくる確率ってあれ設定差ないですよね、ないないない、そこはもうほぼ出てこないんで、武器いいぞ、ああ戻って、まあまあでも 20% なんで早めにやれたことが吉ですわ、早速大チャンスを逃した兄貴、さあこれで、まず1回目のジャッジバトルですね、今回一戦なんで突破できればでかい、 50% ですか、 50% 以上、あ以上か、まあ、黄色だからね 60% ぐらいいってほしいな、おいおいおい、あ59回じゃあ行きましょう、僕はあの鉄拳デビルの頃からこの矢印が一番勝率アップに近づいた時に、このくるくる回るタイミングが近づいた時にレバーオンというのをやってますので、それで行きましょう、参ります、何言ってんすか、はいここはい完璧、何言ってんすかって俺もそう思うよ、あちょっとやばいですね、開始画面めっちゃ弱い、やばいな、併発のセリフ先行をガインガイレ、あこれ負けるな、スイカ引いてっけど多分無理だ、で足振りかぶったらもう終わりです、あここはジャック少しだけ希望あるか、あいない、ダメダメっぽいね、まだわかんない、いやレバーでの復活あったかな、兄貴やばいよ今日、ハイハイあるよ、やばいよ今のところ、俺も全然だよ、いやだからね、あの本来だったらこれ吸い込めば吸い込むほど多分そのプレミアムデビルフリーズが近づくとは思うんだけど、さすがに一回ダイドするわ、あ、そう、うん、それは任せるけど、いつもは一度座ったらなかなか腰を上げない地蔵スタイルだが、今回は直感的に身の危険を感じた、あタイラント、あやっぱ200ゲームごとで取ってる、そうそうそう、いやーやりたいな、タイラントのあれ、タイラントバトルね、うんあ何にせよ200、400、600いったら多分30ゲームぐらいだから状態が、はいはいはい、その間に何としてもレア役引いておきたいね、あれ何これ俺なんか引いた、あえいやいきなりなんか変な挙動になったらタイランドバトルの可能性あるよ、リプレイとかでもこれいったかもしれない、いやわかんない俺こんなことなえっタイラントのあれでしょ、多分タイラントのあれジャッジで、いったタイランドバトル？バトル。ああいいね。やった。楽しい。50%だよね。50%。でそしたらまあ一番いい AT って言ったらいいの。まあプレミそうだね。そうだね。一応、うん、80%ループのね。ループの AT に飛ぶんですよ。これはもうこれ行きゃね取り返す可能性はぐんと上がるんで。長女兄貴ちょっと見に来てよ、応援しに来てよ。オーケー分かった。これめちゃくちゃ大事なんだってこれ。兄貴。ん？景気づけにちょっとここは1本もらうわ、俺それでもう行くわ、絶対に外せないので兄貴の力も借りて挑む、じゃあお願いします、いざキャバリー戻るし相手クリボーが挑むは 50% の戦い、生と死
喜びと悲しみ、その狭間にあるは2分の1。いざ大乱闘、希望の実力、活目せよ。いったな、これはいい。兄貴、兄貴今のはもらったよ。もらったかな。ありがとう、頼む、これマジで欲しい。今日2人とも今結構突っ込んでるから。なんかあるぞ多分ね。まずテロップ文字色だよね。そうだよね、うん、でも今のところその辺はない。ないね。下バレも消えない、点滅もしてない。お願いします。 Get Alive、 Yeah。ただいま、おかえり。ただいま帰ってきました。いや遅かったじゃないか。ありがとうございます兄貴。感想のきっかけは作った。どっかでなんか載せたりとかあるんですか。対談途中はあんまない。ないよね、うん、結局ループだよね。どちらかというとボーナス中もその継続ストック取りに行く感じだから、はい、よし行こう。抽選さ、ここで予約で兄貴当てた方がいいって言ってたから。そうそう、まあ、絶対当たるまで行くんですよね。当たるまで行く。当たった時にその 80% で継続していく。これを永遠と。そういうことです。でおそらくリプレイが規定回数が最大が10回だから。あ、なるほど、まあ、リプレイ引く前にレア役で刺したい。レア役で刺した方が継続率はいいよ。継続ね、がいい。期待度が高くなるよ。ああボーナス当たっちゃいましたね。まあでも多分大丈夫だと思いますよ。まだまあまあ1回目は多分ね俺も大丈夫だとは思う。言うて 80% ですから。でボーナスをやると、でまたそれでここのボーナスでジャッジメントが、ジャッジメント、ジャッジがあるんで、勝てばあれを永遠と繰り返す。そうね、これは 勝とうよ。俺単発で負けるのは嫌だよ。いや1戦目は大丈夫だと思うよさすがに。でも攻撃食らったよ。大丈夫だ、立つから。ああ OKOK、OK OK、こっからだよ本当の勝負。勝負ね、本当の勝負。結局これで乗せまくって、うん、戻らないとね。そう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 、やってらんないから。普通の AP に戻るんだこの後は。ああ当たっちゃった、外れで。いやいけるいけるいける。いやいけるよ多分。俺は負けるわけないから。10連させるわ最低でも。10連したらもう次戻ったらまたタイラントやれるから。いやだから10連させる、タイラントチャンスやれるから。星10個だっけあれ。星10個。左手のこれ攻撃は弱いでしょ。ああ多分弱攻撃だね、うん、はい、大丈夫。オーケー。まあ負けないっすわ。さあ俺も2度目のジャッジメントバトルいきます。頑張って、そこ当てときたいねちょっとね。1回ね AT で手玉取りたい。取りたい。なんならちょっとフリーズあたり引いて。そうだね、 AT 中のフリーズからでも行くんで。そうだよね、はい。まあ56ぐらい、55。ああいいじゃん55ね、もらったぜ。はい、いそんな落とさないから。あれ青なんだよな画面が。せめて緑出てほしいんだな。いや平八から喋る。あ、一応チャンスパターン。いやここもう一個絡め。あ、構え普通。振りかぶるなよ、振りかぶるな。振りかぶってんな、絶妙。カッシャー。あ、高設定さんのジャグだっけ若い時の。平八和美また負けたの。また負けたみたいだね。
まあ一応ね、なんかの縁ですから、高設定した弱とはいえ、もうこの台で行くわ、角だし。兄貴、鉄拳デビルとの殴り合いを決意。当たりました。これが3年目ですか。お、下パリ消えた。あ、大丈夫。これも当たりです。当たりとか継続ですね。その後もクリボーは順調に継続。ひとまず投資分の1000枚が見えてきた。社員さんとかも結構見てるわけですよ。会社対演者の、はいはいはい、この番組だから。そういうこと、昔編集長やられてた方が連絡いただいて、はい、もう銭バカ見てますよみたいな。早く倒してくれ。ちょっと待って、どうそんな話してたら、ま、おマジが負けんの。15枚聞いてるぞ。あったのよ。いや、まあ頻発しないと。あくまでしてただからね。5回。まあでも平均764枚。あー負け、復活あるよ。あ兄貴、美人さんが出てきた。あーなるほどね、エイダかな。ありがとうございます。いや、いいとこ、ナイス。お、リプレイか、外れて当たっちゃったね。まあいった。だってもう言うて750枚ですからね。でこれで850ぐらい出るでしょ。まあボーナスで絶対100枚出るからね。そうなんですよ、うん、これ強烈はさすがに勝ち勝手になるのかな、書き換えで。うん、ぽい気がしないでもない。当たり役いたよ最後。これこの回危ないから、これ今日だったら嬉しいけど。あー、勝者の娘いた。おー、これマジで嬉しいよ今の。いや今危なかったっていうか、なんか別に熱いのはなかったんで。そういうしのぎは大事だ。あ、負けた？え、負けた。強烈焼いてもダメかもしれない。あー、ダメか。856枚。まだ復活が、あー、でも10乗ってダメか。じゃあダメだね、ゲーム数出ちゃう。あー、なるほど。で、普通の AT に戻ると、まあ6連ですか。で、乗せたのがなんぼだろう。98だから、まあ50、60ゲームか。60ゲーム、あの、最低10は絶対ボーナスになるからね。で、あと4回ボーナスいったら、またあそこのタイランと。そういうことよ。それがでかいのよ。そう、貯めてたんで、うん、貯めたら行くんで。さあ4回行きましょう。さあ外れ5回。今はミッションまでは行った。ワニみたいなやつに追われるやつだ。ああ、フリーズしてる。おーい、よしよしよし、あと3つ。いや、めちゃめちゃいいよこれ。でボーナスで、ここ、これなんですよね。それね、あ、うわ、3回後だわ。この、いや、ちょっと遠いね。これを取りたいんですけど、ここで子役を引けば取れるんですよね。そういうこと。まあ、でもそこまでに15枚引くと終わっちゃうんで。はい、うまい。15枚はベルを引かなきゃいいんですよ。まあ、15枚ベルのナビが出ても15枚確定ではないからね。2回かわしてます。あの、リプレイの可能性もあるから、内部的に。うわー、出ちゃったよ。ただまだ可能性あるよ。頼む、よっしゃ、リプレイだ。でけー。こっから3回続きます。これ増殖アップね。ここでリプレイ引くのがいいんですよ。一番もらってそのまま行くから。そう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 、来い。おー、レア役いた。お、じゃあプレミアムのチャンスじゃない。プレミアムって何。3つ重なること。うわ、レア役うま。今だって2つ重なったんでしょ。あ、着地。いや、2つ重ねてないよ。あ、今1個目取ったってこと。そう、はい、プラス10ゲームプラス、増殖が取ったと。こうなった時、赤ならぞろいがしやすくなるやつですね。いや、赤ならプラス増殖とかめちゃめちゃいいよ。そうなんですよ、一番それすごいの知ってんすよ俺。うわ、15枚役取った。いや、リプレイだったら最強系で。あ、リプレイじゃない。でも、これで2つ取った。これ最強じゃん、僕。そうだね、俺は結構その組み合わせが好き。俺も好き。あの、めちゃめちゃ出た時、僕それで出しました。はい、頼む。あー、
下にはならん。これ中押し一角とかあんの？これ逆じゃないとだめ。あ、いや大丈夫だよ。中押しで中段になるとまた一角バーでもいい。なるほど。千円札あるかな。おお、どうした？何これ、モンスター、モンスターゾンビ。これ大丈夫だ。これなんだ、増殖覚醒か。あ、カットインがゾンビや。増殖確定じゃなかったかな。ねえ、来ました。いけますよ。いや、さあ、ここでボーナスが増殖するんで、まず2個。そこ続くとでかいね。続いたら、ああ、まあでもこれボーナス2個あるんで、ストック。あと1回俺7ドレスしたらもうタイラントもう1回戻れる。戻れるっていうか、そっからパンデミックチャンスが全部タイラントウイルスになって、そこで感染させるとプレミアムに入る。いただきました。揃ったの？揃いましたよ。おお、さあこれでボーナス10まではいくんですけど、結局タイラントのこのバージョンがあるんで、そこで取らなきゃダメなんですよね。まあでもとりあえずもう一回取りましょう。これ永遠続ければ別にタイラント関係なく出せるんで。うまい。うまい。いやマジでうまい今日。うわー、やっちゃったか。やっちゃったよ。これがもうミス15枚いたらもうこれ何もなしで終わるんで、まあしょうがない。まあなかなか難しいから、ね、難しい。あ、でもゲーム数はもらえるんだよね、ボーナスで。そう、うん、もう1000枚超えました。僕はもうプラス1期ですよ。素晴らしい。しかし残りのボーナスも昇格させることができず、80ゲームの上乗せに成功し再び AT へ。80はすごいよ。この後ボーナス引いてやらタイラントチャンス。そう、さっきのウイルスでタイラントになるんで、そこで当たることができたらまた戻ると。そういうことです。さあ残り150。いやこれも早めにボーナス当てたいですね。お、赤、あ、金だ。金チャンスだ。あ、多分大丈夫大丈夫。僕外れでいったな。あ、フリーズしてます。よかった、よかったよかった。これでタイラントチャンスものにすれば大丈夫です。プレミアムに戻れるんでね、ええ、これです。うわ、3回か。3回しのげばいいんだよな。 OK です。よし、さりげなく、さりげなくなんだよこれ。本当にスッと。うわ、やっちゃったよ。リプレイでリプレイでお願いします。あー、ダメだ。大チャンスを不意にしたクリボー、感想へ暗雲が立ち込める。あ、赤だ、タイランド出た。フィギュア、え、服着てる？着てない？服着てる。あ、じゃあジャックの方、高設定したジャック着てない。着てない。じゃあ今日の方半分着てる。いや、わかんないな、チューとかないのよ。ラストチャンス、このハズレが。ダメだ、終わったね。1691枚。いや、まあでも一発目の AT でこんだけ出す。いや十分よ。プラス700枚ですね。一応有力化行こうじゃん。普通の歩いてるゾンビ。ああ、それはまああんまあんまりって感じだな。まあやめるならここかな。じゃあ、まあそうだね、うん。ところで兄貴の状況はどうなってるんだ。兄貴いくら投資してるの？え、いくら、え、声が小さいじゃん。いくら？もうすぐ4万円。4万円 !2000万円。2000万円。早く出してよ。いや、そういう台じゃないんだって、ほら。これこれ、これやんなきゃいけない。だからいや、俺そんなひりつきたくないよ。また入院することになる。胃がキリキリする。俺も一緒ね、その時は。いや当たり前だよ、道連れだよ。太ももにボールペンぶっ刺してやる。うん、頼むわ。隣の部屋で一緒に
毎日将棋打とうぜ。いいよ冗談にできるくらい回復してよかった。吸い込んだ分が返ってくるってとこをお見せしましょう。 6.5 号機はね、それに特化した台なんで、これはとりあえず1000円通過します。よし、もう1000円よ。 OK、 任せて、まあ見ときなさい。 OK、 さあ兄貴、おい、まずあのここでパーセンテージを上げる、ね、いやそれも大事よ。おお、全然、まあまあ6でね。じゃあ行きます。まあ、3連敗はない、さすがの俺でも。行きましょう。お前も出てくんな、マジで。大丈夫だよ、それぐらい。いや、これ結構重要なのよ。やばいね。うわ、やばい、ほぼ負ける。あ、もう今んとこ全部ダメ、全部ダメです。さすがにデビルゾーンとか入ってえかな。一応敗北の一部で入るはずなんで。ああ、デビル味方なの。こいつ味方よ。あ、そうなんだ。俺デビル敵かと思う。平八はあの敵よ。あ、カズヤ空見上げる。ああ、負けましたね。デビルゾーンないですね。やばいっすね、今日頑張りますか、俺が。そろそろでもいい感じ吸い込んでるね。次よ、次。次回のゼニバカは、バイオハザードで勝負強さを見せプラス収支に持ち込んだクリボーが次に選んだ機種は花火絶景。そして前半 AT に当たりすらしなかった兄貴は得意の地蔵打ちで続行。後半兄貴は起死回生のアルティメットフリーズを引き、底なしの地獄から這い上がることができるのか。おはようございます、小曽根さん。おはようございますじゃないんだよ。あの素敵な企画持ってきたから、小曽根さん、あの暇だっちゅうから。ちょっと待って、俺マジで何なの急に呼び出して。この何か怖いんだけど。WebTV 新番組企画書、時給500円の演者、自腹でどこでも行きます。日本の最低賃金は820円ですが、それを大幅に下回る時給500円で未来のスター候補生小曽根くんが全国へ派遣されます。なんで500円かっちゅうと、あの某社のこの演者さん、まあ、これトップですね、業界の、時給8万7500円なんですよ。ホールさんの負担が半端ないわけ。ちょっと待って、8万7…よくないでしょ。誰8万7500円どうか、トップで業界の、言ってみ、名前あげてみ。あーかもしんないよでも俺は言ってないから、ね、お前が今自分で言ったどうやって、マジで時給500円で行くの。そうだよ、時給500円じゃなくて呼ばれないでしょ。行くわけないじゃん、お前が8万7500円で呼ばれるわけないじゃん。高速バス、サイヤホステルホテル、まあ要は旅費と交通費ですね、はい、これなんと勝成さん全部自己負担はどういうえ、俺が払う。そうだよ、動画収録ですから。あ、マジですか。もちろんもちろん、そこはもう勝成さん、いやそりゃそうですよ。これはもう大人気になる可能性があるんだ。番組作りますから。いや、それは嬉しい。あ、それは嬉しいけど、じゃあ500円でいいじゃん。待ってろ全国の中小ホールさんを救いたいっていうことでしょ。おひねりチャンスって書いてあるでしょ、見てみて、はい、おひねりチャンス見てください。まあ、いわゆるこれはデジタルで言うとスパチャですよまあ、アナログスーパーチャットね、なんですけど、あなたにあの茶碗を渡すから、うん、で勝成さんですかって言われたら500円ボーナス。おお、500円、時給分だ、うん、で時給500円でインパクトあるでしょ、ワンコインで。ワンコイン変じゃな、お前だから全国のホールさんにちょっと、はい、もうガチだから、これ本当に時給500円でいきますって、はい、まあ、勝成さんの決意表明も含めてね。決意表明、うん、やりますって。ああ、まだ全然心ぐちゃぐちゃだけど全国のホールさんこれ本当に時給500円で交通費も宿泊費も一切いらないです。本当に時給500円だけで大丈夫です。全国どこへでも行きます。ぜひぜひ連絡待ってます。取りだこだ、もう取りだこだよ、うん、マジで。待って、引っ張りだこになればなるほど俺破産するんだけど。
もう10割営業とかもね、昨今入りの。あ、そう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 。しなくていいんで。しなくていい。できないと思いますんで、ね。桂木さん呼んだぐらいじゃ。コスパは抜群ですけどね。うん、集客力はないんで別に。まあ確かに。10割営業したところで誰も気づかないし。